旧横浜ゴム平塚製造所記念館とは、神奈川県平塚市の八幡山公園にある西洋館である。愛称は、八幡山の洋館。もともと、平塚市及分けの横浜ゴム平塚製造所内の敷地に存在していた、この建物は、1912年頃に無塩火薬を製造していた、日本火薬製造によって建造された。 当時の最新建築デザインであったアーチ型の窓や、洞爺が特徴である。その後1919 19年に日本火薬製造が海軍によって買収され、海軍火薬省となってからは主に商工クラブの応接室や娯楽室などとして利用された。平塚空襲の際は消失を免れたが、終戦後に火薬省は新中軍によって接収された。 1950年に接収解除されると、旧暇役所の土地、建物は、横浜ゴムに払い下げられ、同社平塚製造所の会議室や応接室として、利用されていた。1955年の神奈川国大寺においては、昭和天皇のご休憩所としても利用された。しかし老朽化や耐震性等の問題もあって2001年に、横浜ゴムは、 平塚市に対し、建物を取り壊したいと申し入れたが、建物を保存したい。市側の意向もあり2004年4月に横浜ゴムから市に、無償贈与を受けた。2004年7月に、国の登録有形文化財に登録された。その後、丸3年をかけて、解体、移築工事が行われ、2009年3月に、八幡山公園への移設を完了、翌4月より、一般公開された。 夜間にはライトアップも行われる。入場は無料だが、会議室の利用は有料で、事前予約が必要となっている。記念館、木造軸組平家建て195.11平方メートルと管理棟、重量鉄骨作り平家建て120.11平方メートルに建築された。平塚駅から徒歩15分、また神奈川中央交通。 市役所前バス停下車すぐ、ありがとうございます。